じいさんと王様。12年前に死んだうちのじいさんのこと、書かせてもらう。ずいぶん古い話になる。最近なあ、実家の仏壇を買い替えることになってな。それで引き出しなんかを整理したら変なものが出てきてな。それについての話なんだ。それでな、俺はあんまり頭が良くねえんで、人にわかりやすいように話をするのが苦手なんだよ。なるべく順を追って説明するつもりだが、もしわからねえとこがあったら適当に質問入れてくれ。18年前な。俺は高校2年生で、田舎の実家に住んでたんだ。頭のいい奴らは近くの市の高校に行くから、地元の学校にしか行けなかった俺は根っからの落ちこぼれだよ。ああすまん、関係ないな。で、当時の家族構成は、両親に小学生の弟、それから70を過ぎたじいさん、そして俺。ばあさんは俺が幼児の時に死んだからかすかに記憶があるだけだ。それでな、うちは山持ちだったんだよ。かなり広い山林を所有してたんだ。いや、資産としての評価額は低い。あんな田舎の山、買う奴はいない。昔と違って木材がまるで商売にならねえからな。けど、わずかばかりだが固定資産税は払ってたな。じいさんは年の割に体力はあった。バリバリ畑仕事してたし、週に一遍は持ち山に登ってたんだ。これは山の手入れをするためで、登る人がいないと道が消えてしまうし、木の下枝を払う仕事もある。そのついでに、春は山菜、秋はキノコと、背負ったカゴにいっぱい取ってきてな。あとじいさんは罠漁師の免許を持ってたから、たまに鹿肉なんかが夕飯に出た。家で山に行くのはじいさんだけだった。親父は農協の職員でそんな時間はなかったし、母親は山なんかに興味はない。あと俺と弟だが、じいさんが山に連れてってくれたことはないんだ。危険がある、って言ってな。けどよ、山ったって、高さ数百メートルだ。今考えれば、そんな危ないことはねえと思うんだが。それはきっと、山にあいつらがいたせいなんだろうな。あれは、夏休みのことだったな。夕方、夕飯前に山からじいさんが帰ってきたんだが、何か様子が変だったんだよ。どんと庭先にカゴを置いて、それから外の水場に行って、いつも持ってる山刀の刃をゴシゴシ洗い出してな。たまたまそれ俺が見てたんでじいさんに、そんなことしたら歯が錆びるんじゃねえかって言ったんだ。そしたらじいさんは、なあに、後で油を刺しとくから心配ねえ。そう言った。でな、その時なんかじいさんの目が血走ってる気がしたんだ。いやいつもは俺らには優しいじいさんだったんだが。それで、山で何かあったのかって重ねて聞くと、じいさんはポツンと、ちょっとしくじった。誤って奴らの王様を殺しちまった。そう言ったんだよ。わけわからんだろ。山に王様がいるか？けど、どういうことって聞いても、それ以上じいさんは答えてくれなかったんだ。それからじいさんはぱったり山に行くのをやめた。秋になって、例年ならどっさり舞茸なんかを取ってくるはずが、その年は一回もなかった。これは残念だったな。俺も弟もキノコ汁が好きだったんで。でな、じいさんは畑には毎日出てたが、ある日遅くに戻ってくるとこう言ったんだ。奴らが山を降りてきやがった。畑まで来るとは、わしを相当憎んでおるんだろうな。奴らって？中国から来た奴らだ。わけあってうちの山に住まわせておったが、この間、話がこじれて奴らの王様を殺してしまったから。うちのじいさんはちょっとの間だけど戦争に行ってるんだよ。その時の話はしてくれなかったが、後で親父に聞いたところ中国戦線だったらしい。けど、召集されてすぐ終戦になって、じいさんは戦闘らしい戦闘もせずに帰ってきたって。まあ運が良かったってことだろうが、さすがに中国人を日本に連れてくる余裕はなかっただろう。
だからこの話も意味不明だった。そもそも、うちの山は人が住んで暮らせるようなとこじゃない。でな、じいさんは続けて。今日はわざと日が暮れてから帰ってきたが、家のありかを奴らに知られるとまずい。そんなことも言ってたな。翌日、じいさんは家の庭に罠をいくつも設置しだした。ハサミ罠は危険なんでこれはさすがに親父が反対したな。下手をすれば骨が折れる。けど、じいさんは言うことを聞かず、誰も庭に出るなって言ってな。田舎だから庭って言っても結構広いし、一応低い垣根はあるが外の林との境も曖昧なんだよ。それから、じいさんは毎朝早くに起きて庭の罠を見回るのが日課になった。けどよ、あんな罠にかかるような動物が家の近くまで来たことはなかった。だから、悪いけど俺はじいさんのボケが始まったと思ってたんだよ。でな、冬がそこまで近づいてきた頃だ。朝飯の時にじいさんの姿が見えなかったんで、俺と弟で探しに出た。そしたら母屋からかなり離れたとこで、じいさんが倒れてた。上半身血まみれで、喉から太い木の枝が突き出してたんだ。かなりもがいたらしく、そこらの雑草がむしれてたよ。あとな、じいさんの右手、それにトラバサミの罠が食らいついてた。仰天して親に知らせて、親父が見に来て救急車を呼んだ。じいさんは死んでなかった。けども、刺さった枝が気管と食道を大きく傷つけてて、肺に水が溜まって一週間後くらいに亡くなった。幸いというか、ずっと意識がなく苦しむことはなかった。まあ、だから当然何があったのかも聞けなかったわけだが。警察も来たよ。けど事件性はなし。転んだ時たまたま地面にあった枝が刺さったんだろうってことになった。まあなあ、うちを恨んでる人間なんていなかったし、それが妥当な解釈だが。ただ、一連のことを考えると、王様を殺された奴らが山を降りてきてじいさんに復讐した。俺と弟はそんなことも考えてたんだよ。じいさんの葬式が終わり、遺骨はしばらく家の仏壇に置いておくことになった。納骨は春がよかろうって住職が言ったからな。で、それから3日後くらいだ。夜中の2時頃かな。音楽聴いて夜更かししてた俺は、腹が減ったんで1階の冷蔵庫から何か食い物を漁ろうと考えて、台所まで行ったのよ。で、ハムを厚く切って戻ろうとした時、廊下で何か音がしたんだよ。うん?と思ってそっと出ると、異様なものがいたんだ。一言で言うと、小人。チワワくらいの大きさかな。見たことのねえ服を着て、髪の毛を編んで垂らした小人が、両手で何か白いものを捧げ持つようにして歩いてた。びっくりしたよ。けども、向こうの方がもっと驚いた様子で、その持ってたもんを口に加えると四つん這いになった。で、ネズミのような速さで俺の脇を駆け抜けてったんだよ。それから親を起こしてその話をしたが、信じてる様子ではなかった。けどな、一応家の中を調べたら、廊下の一番奥の仏間、仏壇にあったじいさんのまだ納骨してない骨壺が倒れてて、白い骨の粉が一面に散らばってた。けど、それ以外に被害はなかったし、家のドアも窓もすべて戸締まりされてたから、警察に訴えることもなかった。大方両親はネズミがやったことだと思ったんだろう。その週の日曜日、弟を誘ってうちの山に登ったんだ。ああ、冬の方が登りやすい。実家のある地方は雪はほとんど降らんし、冬場は藪が枯れてるから。でな、人一人が通れるくらいの道があった。じいさんが通った道だろう。そうだなあ、一番高いとこまで登っても1時間ちょっとだと思う。で、その途中にじいさんが作ったと思われる小屋があったんだよ。小屋って言っても、突然の雨をしのげる程度の屋根があるだけで、鍵なんかはついてねえ。畳3畳程度の広さだ。中に入ると、土間の奥の方にわけわからんものがあったんだ。
立派な服を着た小人の骨だよ。頭は骸骨になってて、長い髪の毛が残ってた。そう、俺が前に見たやつと同じくらいの大きさ。この時は弟も見たから間違いじゃねえ。でな、その前にやっぱり小さい長机があって、その上に白い塊が乗せられてた。ああ、多分じいさんの遺骨の一部だ。そん時、小屋の屋根の上でコツコツって何かが歩くような音がした。それで俺らは怖くなって山を駆け下りたんだ。けどよ、その後親父と一緒に小屋に入ると、俺たちが見たものは綺麗さっぱりなくなってたんだよ。まあこんな話なんだ。それから俺は高卒で就職して、実家にはあまり帰ってねえが、特におかしなことがあったってことはない。でな、最初の話に戻るんだが、親父が定年退職になって家中を整理するって言い出して、仏壇の中身も全部出してみた。買い替えるつもりだったからな。そしたら引き出しの奥から、古い古い新聞に包まれた平たいものが出てきてな。中にあったのは一枚の黄ばんだ白黒写真。日本には見えない家の窓際に机が置かれ、その上に人の生首がある。首は苦悶の表情を浮かべててな。軍防からすると日本兵じゃないかと思う。いや、じいさんじゃねえよ。立派な髭があったから上官とかだろう。でな、その首の血だまりを、4人、あの小人たちが取り囲んでたんだ。どいつもみんなキョンシーみたいな服着てな。俺の話はこれで終わりだ。あの小人が何なのか、なんであんな気持ちの悪い写真が仏壇に入ってたのか。未だに何もわからねえんだよ。冷静な弟。先週の話なんだが、車にちょっと惹かれても冷静な弟が早朝からやけに慌てた様子で今に降りてきた。あんまり慌ててるもんだから家族で何事か聞いてみたら、生まれて初めて金縛りにあったそうな。なんかスーツ着たおじさんに馬乗りになられて、ずっと耳に口元近づけてきて呪文のようなものをひたすら囁いてきたらしい。弟曰く、なんか、チェリストって何回も囁かれた。俺あの呪文で死ぬかもしれん。と涙目。それを聞いた両親は弟の涙の訴えよりも、お前は幽霊でも男にモテるのかと親子で会話が噛み合わず、結局そのまま話は流れたんだが、弟は本気で何かの呪いをかけられたと思ったらしく、ネットやら本やらで何の呪いをかけられたのかしばらく調べていたらしい。それで一昨日、晩御飯の時に神妙な顔つきで、俺、この前のチェリストの呪文、何かわかった。とつぶやいたので、まだ調べていたことにびっくりしながら、どういう意味だったんって聞いてみると、チェリスト、チェリスト、チェロ奏者。あの人、音楽家やったみたいや。最後まで真剣な表情で言う弟に家族で笑いをこらえるのが大変でした。自分が音楽家ということをアピールしたかったのか、運動部のため色が黒い弟のことをチェロと間違えたのか、そこはよくわからなかったけど。車にちょっと惹かれた話詳しく。3年くらい前、弟がまだ中学生だった時のチャリ下校中に、横断歩道を渡ってたら左折してきた車に友達と二人一緒に巻き込まれたことがあった。自分は現場にいなかったんだが、当時同じく中学生だった妹が事故を知らせてきた友人と現場に駆けつけたら、弟はすっぽりタイヤの隙間みたいなとこに綺麗に挟まってて、先に引かれた側だったけど他人事のようにキョトンとしていたらしい。後に引かれた友人の方が打撲やらひどかったんだが、弟はタイヤのとこに挟まったまま友人に対して、おい、無理に体動かすな。とか声かけてたらしい。自分も弟より先にバキバキになった自転車を見たもんだから焦ったけど、母と一緒に病院に行ってみたら、平然と待合室で忍たま見てた。軽い打撲と擦り傷で済んだのには医者も驚いてた。
聞いた人が謝ってきた時も、俺全然大丈夫なんで、友達の方に行ってあげてください。政宗は月曜までに復活させてくれたら今日のことはもういいっす。なんて言ってた。かっこ政宗とは愛用のチャリにつけてた武将ネーム。当時部活内で歴史人ネームを自転車につけるのが流行っていたらしい。で、病院から弟連れて帰ろうとした時、弟が、あのおっさんは?って言い出す。母妹自分ともにキョトン。もう一人惹かれてたやん。まあまあ元気そうやったけど。あの乳首のおっさん大丈夫なん?さらに自分らキョトン。惹かれたのは弟と友人の二人だけで他に被害者はいない。誰のこと言ってるん?二人以外おらんよ。変なこと言わんとあんたは帰ってさっさと寝なさい。母の一括でしぶしぶ黙った弟に、後日妹と話を聞いてみた。そしたら、惹かれる前に自分の右前側におじさんが立ってて、その人が一番先に惹かれたところを見たらしい。ドンって飛ばされて車の下に挟まった弟のちょうど斜め前くらいで弟向きに立ち上がったらしく、シャツが片方破けてて片乳ポロリ状態で乳首から血が出ていたらしい。胸からじゃなくて流血していたのは乳首だったと言い張っていた。なんか周りの人が弟たちを車の下から引きずり出そうとしてくれているのに、自分がスルーされているのが気に食わないのか、乳首が痛かったのか、ずっと地団駄を踏んでいたみたいで、弟はそっちに目が行っていたから冷静でいられたと言ってた。何にせよ横断歩道には弟と友達しかいなかったので、聖者ではないと思われる。弟は自覚していないが、こんな感じの体験が今までも結構あったりする。第1話、セロ式の合手参上。第2話、政宗公弟君を守る。ポロリもあるよ。